親は明治38年2月の2月の21日まで、それで84歳で亡くなったんですけども、私が中学1年生頃の記憶としては、今の落合の中落合のところに麦畑を耕してまして、そこにね、その父親と汲み取り式のものを桶から汲んで担い で父親はですね、恋ザメの3分の2ぐらいしか入れないんです。で私はもう 90% まで、5分の4まで入れて、なんでこんな無駄なことをするんだろうと思って行ったら、そこまで歩くと大体10分から15分ぐらいかかるんですけども、ちょっぽちょっぽ跳ねるんですね。それで畑へ着いた時にこの辺にいっぱいかかる、父親の方はですねかからないで、そして麦畑を踏んで歩くとか、それからたくあんを、大根をたくあんに詰めて、そのたくあん屋の仕事を種ついたとか、寒い時に付け返すんですよ。下抜いてねやってるんで、鼻水が垂れるからしょっからないのかなと思ったんですけども、そんなことをやってましたね。お父様はどこで生まれたんですか？そこで生まれた。で父親も、父親が5代目、分家して5代目で、僕が6代目で、そしてその4代目は郵便局を作ったり、武蔵野線を引いたり、町の無人で信用金庫があれで、したがって親戚の方はみんな途中で倒産をしてどっか行ったり、意外に足立という名前も少なくなった。そういう、だから父親の思い出っていうのはやはり畑ですね。そして庭に野菜を植えたりして線を忍んだとか、お米の麦を叩いて、あれしたとか、そのくらいかな。大塚の思い出、お父様と。それは話だけですからね。若い頃お金を持って夜遊びに行って、そこで楽しい思いをして帰ってきたという話聞かされましたね。昔大塚は繁華街だったんですか？今の何つったらいいんでしょう、待合みたいなところですか。だからあそこ行くと割合古い、今でも下田の居酒屋が何軒か残ってますよね。南側は、北側は新しく開発されたと。大塚の駅のね、うちの方は全然なかった。当時は池袋何もなかった。